フランチェスコ・ア・チェルビは、イタリア・ミラノ県、ドレザーの出身のサッカー選手。ポジションは DF、SS ラツィオ所属。パビーアのプリマベーラでキャリアをスタートさせ、2006年4月23日にトップチームデビューを果たした。その後レンタル移籍を繰り返し、2010年にレッチーナに共同保有の形で移籍。2011年1月31日。 ジェノア CFC がパビーアから保有権を買い取り、レッジーナとの共同保有となった。2011年6月24日、ジェノアが残りの保有権50%を買い取ったが、直後の7月にはキエーボとの共同保有となり、2011から12シーズンはキエーボでプレーした。2012年6月20日、ジェノアとの共同保有の形で AC ミランへ移籍。 アレッサンドロ・ネスタの背負っていた背番号13を継承したが期待に応えることができず2013年1月にケビン・コンスタンの共同保有権と引き換えにジェノアへ復帰し同月31日にフルス、キエーボにレンタル遺跡で復帰を果たした2013年7月9日 US 札幌ロカルチョへ移籍。その際のメディカルチェックで抗がんに腫瘍があることが発覚した 同年9月に復帰したものの、その後のドーピング検査で陽性反応が出たため、精密検査を受け、ガンの再発が明らかとなった。しかし、闘病生活を経て2014年9月21日のサンプドリア戦でセリエ A に復帰した。2015年10月18日に行われたセリエ A 第7節ユベントス戦からは100試合以上にわたり、連続で試合に出場し、 主力として活躍した。2018年7月11日、SS ラツヨへ5年契約で移籍。イタリア代表として U-21 代表でプレー2014年11月18日に行われたアルバニア戦で A 代表デビューを果たした。コンスタンアチェルビがミランに移籍ダッシュ GOAL.com2012 年6月21日 コミュニケイトストンピ、ジェノアクフック、イット2013年1月26日、ドッピオコルポデルサスボロ、アフィシャリザキザザイアチェビー、エルレストダルカーリーナンバーイット2013年7月9日、サッカーキング2018年7月11日、コミュニケイト11.07、2018、SS ラツヨオ,オフィシャルウェブサイト2018年7月11日。ありがとうございます。